この発表会に向けて今日初めて全員揃って練習しました。あのコロナ対策ということもあってそれぞれバラバラに練習していましたが、1ヶ月後の発表会に向けてまだ未完成ですけれども、みんなで頑張っています。皆さんもコロナに負けず頑張りましょう。